いてもらうと、ケーブルをこっちにください。で、これだからどこに挿してもらって、前っていうのは何番からですか？前が13番から。じゃあ、書いてる方もいらっしゃるんですけど、もう一人ぐらい向こうでついててもらって、フェーダーをこれ送ってください。ちょっとここ暗くしますね。でロールバックも全部閉めて暗くしちゃいますね。11ページの終わりのじゃあ、はい、じゃあ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 、じゃ
皆さんお疲れじゃないですか。疲れました照明やりに来たのに衣装が結構動いたりもしたので、もうでもなんかこう他のなんか現場に行っても結構タイムがキチキチだったり、なんかトラブルがあってあの時間が遅れたりとか、それでも本番時間が迫ってくるので、まあ、5分押しで始まったりとかいろいろあるんですけど、まあそのトラブルの中で今回もいろいろ提案があったあかりも全部はできなかったと思うんですよ。で、演出に聞くっていう作業本当はもっとしなきゃいけないんですけど、今回ちょっとまあ作って確認しててクリアするだけで結構精一杯だったので、まあ私もそういうのを組み込んじゃったのもあるんですけど、皆さんが参加してる。で、まあ照明はまあディスクに座ってこうやってフェーダー触ってるのだけが照明ではないですし、ステージにいたらステージの色替えとかもあったり、あとあのホリーに、波とか出してたらその波の照明も出したり入れたりするので、まあ体使って結構動いたりするので、今日はちょっと動いてもらうこともありかなって。実際触ってもらうっていう作業はできなかったんですけど、まあ一緒に作っていくっていう形では照明の役割として動いてもらいたかったんですね。あと一緒に作り考えて一緒に明かりを作りたかったっていう形で、はい、明かりの作り方とかこう私はどういう思考でものを考えてたり見たりしてますよっていうので、あの何もないところからでもいっぱい想像力を働かせるといろいろ出てきますよっていうのがちょっとお伝えしたかった。舞台もいろんな機材、この機材がないとダメとかなっちゃうと狭まっちゃうんですよね、自分の中の考えが。で家庭用電源でももうそのスポットライトじゃなくても懐中電灯でも太陽光でもできるよ、もっとなんか照明ってそんなにかしこまらなくても世の中にいっぱい身近にあるよ、どんどん生活の中のいろんな明かりとかものをもっと見てってもらえると、あの自分の、 あの蓄積になるっていうか、うん、あの明かり作る時の肥やしになるので、どん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 普段の生活のいろんなものをチョイスしていってほしいなと思って、なので何かあの今後皆様に何かこの今日やった講義が、あこういう考え方もあるんだなっていうのがなんかポッと浮かんできてくれるといいなと思って、今回ちょっとこういうあのプログラムでやらせていただきました。一言ずつもらってもいいですかね、はい、ありがとうございました、確かに結構道具とかそういうのを先行して照明って考えがちだったなって思って、やっぱり自然光とか自分も実際学校で音響学んで照明の授業もあるんですけど、話聞くだけで機材触ってもらえたし、何がどうやってって言えること分かってなかった。ありがとうございました。ランニングするのすごい難しくて、やったことなかったからどういうふうに。ありがとうございました。あるもので何、あるものでどうしていくかっていう考えが盲点というか、今まで部活とかで照明触ってても照明はそこにじっとしてあるの。どうもありがとうございました。久しぶりに聞いたら何無理だろうか、頭と感性を自分は取らさせていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。相対的に楽しくやらせてもらったっていうのと、なんかちょっと意見を言い過ぎたのかなっていう、それから先生おっしゃったように、1日じゃなくて2日に分けて、1日目はなんかそういう、ありがとうございました。すごい駆け足で1日が過ぎていたので、しんどかったな、まあ、ちょっと頭もいっぱいになっちゃってるんですけど、方法はいっぱいあります。整体も1個じゃないので、いろいろやってみて、自分の整体を見つけていってくれればいいかなと。で、講義は今回終わろうと思います。長い一日でしたけど、ありがとうございます。